これで作戦は終盤に入りますね、長光様。ええ、途中でいろいろあったけど、ヴァルキリーたちはその努力であらゆる先輩たちが共に期待してた局面を作ってくれたわ。共に期待ですか。どうしたの？何か間違いでもあった？いいえ、努力という面では皆さんは勝利のためにできることをしました。ですが、終焉の権能を完全に奪うことは、美しい世界を作るための第一歩です。それは間違っていませんが、その後、もしかしたら、今日の計画よりも難しいものが待っているかもしれません。でも少なくとも、私たちは彼女たちの勝利を確信してる。過去の視点から見れば、すでにすごい奇跡でしょ？確かに。ですが、奇跡が現実になると、それはもう普通の過去になってしまいます。そういえば、ビアンカとジークフリートさんはもう地球奪還の作業に慣れてきたわね。最初はどこまでできるかわからない実験だって話してたから、少し無責任な設計者として私は彼らのことを誇りに思ってるわ。それはキアナさんだって同じですよね。終焉の力を揺るがし、終焉の眉にたどり着き、終焉の律者になる資格を手にしました。あのオットー様でもこの未来は予想できなかったでしょう。それはどうかしら。何しろ彼は豪奢計画の唯一の答えを奪った人だもの。彼の志がここにないのは確かだけどね。ところで、あのラムダという存在のことをリタはどう思ってるの？私ですか？あ、ごめんなさい。自問自答だと思って。疑似時間結晶。彼女がこの言葉で何を表現したいのかはわかるんだけど、それが、いわゆる運命の意図と何の違いがあるのかはわからなかったわ。運命が何度繰り返されても、私はそれを選ぶ。それが私の欲しい選択。それは、本当の意味での無限。凡人の命では背負えない重さなの。特に自分の命の意味は、今を生きる、自分として生きるだけじゃないって私たちが気づいた時、時間の重さは果てしなく切り離せない昨日と今日を私たちの夢と思い出にしてくれる。もしかしたら、神のような無限の愛を持つ者だけがそうやって人類を愛してくれるのかもしれないわね。一瞬の愛でそれができてしまう可能性もありますよ。ラムダさんの技術に関して詳しく存じておりませんが、彼女の力がデュランダル様やキアナさんと同じということはわかります。それは最も素朴な愛から来たものです。具体的に言うと、ケビンさんとの決戦時に正門を使えれば十分便利だと私たちは思っていますが、もしかしたらそのラムダさんが私たちに新しい可能性をくれるかもしれません。存在論という意味では
彼女もあのハイペリオンの一部だから。英語を回帰する沈まない船、彼女の話を信じる理由は十二分にある。そう思いませんか？私はささやきの後ろを歩き、心の中の足取り、聴覚、そして目。ささやきは心の動き、私には自分の足取り、自分の心の声が聞こえる。私がその声を思い出すとき、その声もまた私のことを思い出している。私は私の言葉が投げた姿である。あれはハイペリオン？そう、ハイペリオンだよ。もう準備できたかしら？そろそろ出発の時間よ。さっき博士たちが知らせてくれたように、旋回一乗の観測結果によると、この2時間は滅多にない空間安定期なの。最悪の事態を考えても、この時間なら終焉の力の帰属がどう変わっても、私たちが奪還した地球空間に影響はないの。うん、わかってる。これが最後の一戦だって。私たちもそう願ってる。みんなにとって最高の結末をこの世界にもたらす準備はできたよ。三人が一緒ならケビンの力と対等になれる。そしてケビンは三人を待っていると思う。長い時間、果てしない苦痛の中で彼はずっと私たちの答えを待っていたから。私たちは事実に基づいた答えを出す。彼に対してもすでに歴史に埋もれてる名前たちに対しても、私たちの答えが彼らにほっとした笑顔を与えることを願ってる。フローニャお姉ちゃん、キアナ、メイさん、ファイト。そうよ、勝負はあんたたち次第なんだから。人類の運命は今僕たちに託されている。安心してください、博士。ブローニャたちは孤独な戦士ではありません。この戦いがなければブローニャたちは億万人の人類の一部に過ぎません。文明にとっても取るに足らない存在です。でも私たちはみんなの大事な宝物を手にした。その重くて矛盾のある理想も受け継いだわ。ブローニャたちはその足跡をたどって終焉を乗り越えます。じゃあ出発しよう。え、ではここに正門を構築してブローニャたちをニューアトラに転送します。そしてそこから出発してケビンと対峙し、彼を終焉の玉座から引きずり下ろします。待って、よかった、間に合ったんだね。あなたは？アイ・ハイペリオン・ラムダ。疑似時間結晶の中に生きる命だよ。それは私の存在のあり方で、ここに現れる理由でもあるの。みんなにあるプレゼントがあるんだ。よければ受け取ってくれないかな？あなたのことはゼーレから聞いています。でも、どうして？どうしてここに現れたの？どうしてあなたたちを手伝ってる？それとも、夢と似てるのに、どうして人類の味方をしたのかな？
本当のことを言うとね、全部私のわがままなんだ。疑似時間結晶の中で私はあなたたちに関する全て、あらゆる過去と未来を見届けた。確かにこれは一方的な感情だけど、知らないうちに私は自分のことをあなたたちの仲間だと思ってたの。だからこの物語が終わりを迎えるときに、私はその一部になってみんなの力になりたいと考えた。私がしたことは全部そのシンプルな思いから来てるの。もう一つの次元にいるあなたたちもきっとそう思ってるよね。今誰と話していたんですか？私は未来であなたたちの物語を何度も見ることになるんだけど、今この瞬間は私が話すある物語を聞いてほしいんだ。昔々、寂しい一人の男の子がいたの。女の子かもしれないね。女の子は目的もなく生きていて、自分の欲しいものもどんな人になりたいかもわからなかった。彼女はそうやって世界で流浪の日々を過ごし、たくさんの人々と出会い、たくさんの別れを経験した。女の子は成長し続けて、間違ったことやバカなことをして人々を傷つけた。同時に、より多くの正しいこと、賢いことをして、より多くの人々を助けた。彼女は、あらゆる愛を受け入れ、あらゆる憎しみを受け止めた。彼女を愛する人はたくさんいたけど、彼女を恨む人たちの中には、彼女自身もいた。そうして、人という名の種が、彼女の中で徐々に成熟し、芽生え、美しい花を咲かせた。そして今、彼女はようやく自分の道を見つけ、追い求めた未来を実現しようとしてる。以上、これは彼女の物語。未完結の物語だよ。その物語って、本当に私たちの話じゃないの？どうしてもそういうのなら、あなたたちの物語でもいいよ。でも、それは、幾千、幾万の、他の人たちの物語でもあるの。主人公が誰かなんて気にしない。だって、この物語は、あなたの、私の、多くの人々のものかもしれないから。何しろ、私は繰り返されるバージョン周期の中に漂う次元の向こうにいる人々のために、物語を収集する存在でしかないからね。でも、あなたたちが向き合ってる成婚計画のように、物語自体には力がある。似た物語は似た人を魅了する。それはほんの一瞬、一言、一つの経験、一つの会話で、彼らは互いの影から自分の存在に気づく。そして物語は物語ではなく、一面の鏡となる。この広い世界で、会わずとも心が通じ合う友達となったの。彼らは物語の幸せに喜び、物語の悲しみに涙する。その気持ちは、一滴の水のように、渓流となり、海になっていく。そして、物語自体に、波紋を起こすの。これは？これは、彼らの祝福であり、私のコアシークレットキーでもあるんだよ。どうか信じてほしい。あなたたちの物語、笑顔、そして涙は、誰かが代わりに心に刻んでいるから。それこそ私たちがここに現れた理由。勇敢に出発して、私たちはあなたたちと共にいるから。あれは、ハイペリオン？
ったの？何を言ってるの？ここにいるでしょ？あ、そうだ。ここにいたんだね。ありがとう、アイ。それから、彼女の後ろにいる、あんたも。ハイペリオンにいるあんたが、私たちのことを知り、見届けたなら、こう呼んでも問題ないよね。ありがとう、ハイペリオンの艦長。